お菓子くれなきゃ、いたずらしちゃいますよ。ネア、チャン、ネル。ネアチャンネル。今宵は、10月31日、ハロウィンナイト。みんな、様々な仮装をして、ハロウィンを楽しんで、子供たちは、お菓子を求めて、近所のお家を回ります。もちろんネアちゃんも、お菓子が大好きなので、仮装して、お菓子をもらいにお家を回ります。もしかしたら、あなたのお家にも。頼もう。トリックオアトリート。お菓子くれなきゃ、いたずらしちゃいますよ。やった、私の好きな、アルフォート。その後もネアちゃんは、お菓子を求めて、家々を訪ねました。トリックオアトリート。頼もう。いたずらしちゃいます。しかし、ネアちゃんは訪れてはいけない家を、訪れてしまいました。こんばんは。お菓子くれないと、いたずらしちゃいますよ。あれ？真っ暗、誰もいないのかな？奥に続いてる。こうして、ネアちゃんの恐怖のハロウィンは始まるのでした。それではここから、皆さんと一緒に怖がるネアちゃんを観察してみましょう。ここは、誰か、いるの？怖がってる、怖がってる。あ、お猿さんの、看板。ベタベタのベタなホラー演出だね。もう、びっくりした。なんか、ホテルみたい。すごく、不気味。奥に誰か、いる。うるさい。怖がりながらも怒るネアちゃんも可愛い。びっくりさせないで。今何か、いた。エレベーターが戻ってきた。これに、乗るの？着いた。ここ、どこ？お菓子くれなきゃ、いたずら。あれ、これ、なんだろう。綺麗なキャンディーみたい。289個もあるの？これ集めればいいのかな？ネアちゃん、それはキャンディーじゃないよ。マップにある紫の印がお菓子みたい。よし、私の好きなお菓子、いっぱい集める。何このお猿さん。ああ。ついに出くわしてしまったネアちゃん。そう、ここは、一度入ってしまったら最後。お猿さんと鬼ごっこして逃げながら、宝石を全部取るまで出られない、恐怖のホテルなのです。怖すぎるよ。さっきのお猿さんに捕まったらダメなんだね。私がいたずらしに来たのに、逆に驚かされていたずらされちゃう。あれ、いたずらってレベルなのかな？よし、このまま集める。あ、また来た。ヤガミ、ヤガミ、逃げなきゃ。これは怖すぎる。お菓子集めながら逃げる。はぁ、はぁ。前から来た。前方曲がり角から出てくる、お猿さんの子、ヤガミ。なんとか逃げ切れた。うわ、誰か、助けて。はぁ、はぁ。逃げても逃げても追いかけてくる。誰か。画面から、ネアちゃんの必死さが伝わってくる。逃げて、ネアちゃん。なんとか100個集めたの。すごいすごい。それでもまだ半分以上あるけどね。あ、ネアちゃん、そこは気をつけて。両サイドからお猿さんに挟み撃ちにされる魔の領域。今のところ順調。このまま逃げ切る。あ、来た。わあ、挟み撃ち、ダメだよ。もう一回。実はこのゲーム、この前のアップデートでお猿さんはさらに賢くなって、難易度が大幅上昇したみたいだけど、ネアちゃんクリアできるかな。やっぱり来てる、前からも。前と後ろから、挟み撃ちされたらおしまい。これは多少運も必要だね。もう大丈夫かな。お猿さん、なんで私の居場所わかるの？今度は怖いから、歌いながら進む。お、何を歌うのかな？
お猿さんといえば、あいあい。あ、この前のゴリラさんとのコラボ動画のお歌だね。ハッキュ、ハキュハキュ、ハッキュ。歌のフレーズのチョイス、そこ。あ、来た。もう嫌だ。ふざけてるからだよ。今度こそ。ねぎるなねよちゃん。あと2機。絶対逃げ切る。近づいてくる足音がスリリング。やった、100個集めた。なんかいい感じ。あ、あの赤いアイテムは、うん、この赤いの、なんだろう。あ、お猿さんの位置がわかるようになった。あ、危ない。これはすごい便利なアイテムだね。この調子なら本当に逃げ切れるかも。ここ、やだ。出た、魔の領域。どっちから来るの。そっち。お猿さんの姿が見えれば怖くない。ねあちゃん、そっちはダメ。あ、やばみやばみ、囲まれる。間に合った。おう、間一髪。助かった。あ、また魔の領域。お猿さん見えるからへっちゃら。え、お猿さん消えましたけど。なんで、どっちどっち。怖すぎる。抜けた。アイテムのタイムリミットがあるみたいだね。それにしても切れるタイミングが絶妙だった。もうお猿さんの位置がわからない。どうしよう。気がつけばもう100個切ってる。あともうちょっと。また何かアイテム拾った。特に変化はないみたいだけど。今のアイテムはお猿さんが一定時間動けなくなるアイテムみたいです。ねあちゃん、今のうち。あと70個、もうちょっと。わあ、来た、来た、来た。ねあちゃん、ここまで来たらもう逃げて。逃げ切れる気がしない。諦めたら、そこで試合終了だよ、ねあちゃん。でも、あと50個。ゴールは見えてきてる。そうそう、ゴールはすぐそこ。でも、本当にゴールなんてあるのかな。ずっとこのホテルに閉じ込められたままだったりして。ネアちゃんらしくないネガティブ思考。でも、こういう逆境に何度も当たって、ネアちゃんも大人になっていくんだよね。めげないで。ネアちゃん。はあ、なんかお腹空いちゃった。夜ご飯、食べてくればよかった。私の心配は無用だったみたい。またないから来た。あともうちょっとなのに。残暑はもうないのに、ここまで来て捕まったら悲しすぎるよ。何が何でも逃げて。あと30個。果たしてネアちゃんは、このホテルから脱出できるのでしょうか。早くお家、帰りきましょう。ここまで逃げ切ったのに、また、最初から。いいところまで行ってたのに。でも、ネアちゃんならもう何回かやれば逃げ切れるよ。頑張って。わあ、助けて。ネア姫はお猿さんに捕まってしまいました。私は王子様の助けを待っています。皆さんが王子様になってこのゲームをクリアして、私を助けに来てくださいね。待ってますよ。視聴者さんに丸投げ？そういうとこだよ、ネアちゃん。